星なんですよ、ギボシ。私培ってきてないんだよな。みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美樹です。今回は遊んでいるうちに理科に触れることができるサイエンストイをご紹介したいと思います、私よく海外のおもちゃを取り寄せてそれをプログラムに入れたりするんですけれども、その中でもおすすめのアメリカのおもちゃです。何かというと、じゃーん、こちらルーミネイト。さあ、ここにちょっとね、電球みたいなのが入っててね、何なんだろうなっていう感じはしますよね。それでは実際にやっていきましょう。それでは中身を見ていきましょう。どんな感じなんだろうね。ちょっと見ていきますよ。はい、このように、じゃーん。さあ、まずはそう、こちらです。電気回路の部分になりますね。あとで詳しく見ていきます。あとは、あ、これすごいカラフルでね、可愛いですよね。これがブロック組み立てるところになります。そして、ここにも、こういった部品があって、これとこれを組み合わせながら組み立てていくんですけど、今回そのルーミネイトということで部屋を作るんですね。なので、こういったちょっと壁になるような硬いものも入っています。そしてこれが、ちょっと説明書みたいな感じになっていますね。はい、こんな風に作れますよとか、あと、こういう風に組み立てたらこういうものができますよっていうのが書いてあります。これもね、すごい色使いが素敵ですよね。もうこれ見てるだけでも心がときめくような感じがあるかなと思います。そしてこれは壁の色とかを変えたりできる画用紙。そしてなんか住人がいる。それでは早速部品を一つずつ開けてみたいと思います。さあ、まずはこの、電気回路の方からいってみようかなと思います。よし、ハサミとか気をつけて使ってください。さあ、これ出てきたのが、さあ、これ出ました、モーター。きたー。ちっちゃい時とか段ボールとかでいろいろ組み立てたりとかすることはあると思うんですが、そこに実際にこういう電気回路が組み込まれるっていうのがやっぱこれの面白いところだと思っていて、そんなに6歳の時からこんながっつりモーターを触るっていうのがやっぱ私からするとすごい羨ましいですよね。これちょっと開けてみましょうかね。はい。そして何よりおすすめポイントはこれ。普通にモーター買って電池ケースとつなげようとしたらハンダー付けが必要になるんですね。でそれすごく高温でちょっと危なかったりするので、こうちょっと目離したりすると本当大変なんですけれども、これね、ギボシなんですよ、ギボシ。わかります、このギボシのすごさ。ギボシ端子になってるんですよ。なのでこういうふうにはめるだけ。ブロックみたいにはめるだけでこれなんと動くんですよ。これがね、ほんと素晴らしい。もう大変なハンドルがいらないっていうのが本当に私的には発明なんじゃないっていうぐらい思っています。はい、で実際これから真似て私のプログラムでもギボシ端子にしたやつとかもあるので、それぐらい着想を得ているものなります。これなんだろうね。これちょっと後でやってみましょうか。インターホンとかなんだろう。ピンポーンみたいなね。これもギボシですね。はい。でこれは電池のこのケースを開けるための、あ、ここにもルミネートって書いてある。かわいい。オリジナルなんですね。これも引き続き電子からそのままね、直輸入でそのまま入ってるとかじゃないんですね。やっぱちゃんとしてるんですね。ごめんなさい、それはね、ちょっと大人の話なんですけれども、じゃあ今度は椅子とかテーブルとかを作る部分を見ていきましょう。いやー、何作ろうかねー。でーん、お、いろいろあるよ、ほら。ね、これをこういう風にいろいろ組み合わせるとテーブルとか、あと、こういう、ね、スライド、ああ、ここと滑り台とかそういうものも作れたり、あとこういう棚とかも作れたりするんですね。はい、じゃあこれはこのまま置いておきましょう。そして、これが一番の土台となるところですね。おー、いや、段ボールで作ってたからな私これいいですよね、本当に。こんな素敵なキットがあるんだったらちっちゃい時に欲しかったです私も。でこれはどういうふうに使うかっていうのもしっかりと書いてありますね。はい、こういうふうに、このオレンジのと白いので、組み立てることができるということですよね。よし、じゃあ早速組み立てていっちゃいましょうか。なんとですね、今日はテーマが与えられておりまして、テーマは「ミキラボの実験室を作ってみよう」ワクワク、楽しみ、これほんと楽しみ。よし、じゃあちょっと自分だけの部屋を作ってみたいと思います。そうなんだよな、これデザインスキルがね必要になるからね。ちょっと組み立てるのはいけるんだけど、このそう組み立てるだけだったらいろいろあるじゃないですか。でもこれ自分で色とか考えなきゃいけないんで、それがねまさにクリエイティビティの創造性の部分になってきたりするんでそこはねちょっと私培ってきてないんだよなどうしよう不安ですけれども、多分ね、それもちょっと楽しめればなと思います。じゃあまず土台からいきますか。土台、まずこれを2つつけて、おお、ぴったりはまりますね。これが楽しいですよね、ぴったりはまるブロックたち。そしてここに、おお、こうするだけで部屋っぽくなりますね。このぴったりはまるのが本当に面白くて、ここかな。これどうしよう、天井にする？それも決めていいんですよね。きたー。はい、まずお部屋が完成しましたー。何が必要？実験室ってまずこのテーブルですかね。テーブルを作っていきましょう。テーブルだったらつけて、これ形がね微妙に一個一個違うんですよ。ほら形がね、だからどれを組み合わせたらどういう形になるかっていうのをしっかりと考えながらやらないと、望むものにたどり着かない気が。あ、テーブルができました。あとは何、椅子どうやって作るの？これで、おー、椅子できたけど同じ高さ足ガーンってなるやつじゃないですかこれ。大丈夫かな。まあいっか、ぶつかっちゃうけどね。何が必要？棚長いのが2個必要だな。いいかな、違うようで可愛くなりそうだからね。あ、これ本当に楽しい、ずっとできちゃうよ。こうやったらさ、ちょっとデザインっぽくならない？デザイナーズ家具みたいなデザイナーズ家具いかがでしょうか。こちら色がね、単に足りなかったっていうだけなんですけどデザイナーズ家具完成。あと何必要かな、実験。でも作りいっぱい必要な気がするからな。じゃあもう一個デザイナーズ家具いっとく色を組み合わせて、あー、これかわいい。あと余ったの何作れるかな。これなんだろうな。ブランコとかあるんだ。お、高高いやつ、高いやつできたけどなんか傾く楽しい何これ楽しい細いいやこれっぽいな。でも今度幅がね合わなくなっちゃったね。まあいっか。なんか作れないかな。これ何これ何ちょっと待って、本当デザインのセンスがないんだって。モーターどこに使う？風車みたいなのが作りたいんだけどさこれってかあれだね、最初に設計図書かないとダメだねこれどうしよう。どうしよう。色の組み合わせとかごめん、本当に色が出るだけでもなんか汗かいてきちゃったなんか頭疲れた。